6月23日、日曜日、東京、国立代々木競技場第2体育館にて開催される、ノックアウトカーニバル2024スーパーバウト、ブレイズ。同大会の、スーパーファイトノックアウトブラックスーパーライト級3分 3R、延長 1R で対戦する、ノックアウトレッドスーパーライト級王者、バズーカ工事、菅原道場、ともとプロボクシング日本スーパーウェルター級暫定王者、 中島霊、フリー、のコメントが主催者を通じて届いた。動画、バズーカ、バックブローでダウンダッシュ。ダウン欧州の大激闘バズーカはノックアウトの肘あり、ノックアウトレッド、肘なし、ノックアウトブラック、で合計2本のベルトを獲得。今年3月1に参戦し、ノンタキットに判定負けして以来の試合となる。中島の存在を全然知らなかった。 自分とはレベルが違うと表現するバズーカ。元ボクサー相手にボクシングでやったら彼が競技として上手いかもしれない。キックボクシングでのパンチでは負ける気は全くしない。競技が違うのでその厳しさを分からせればいいなと予告。現役王者として2連敗中ということもあり、自分はレベルが違うだろうって思ってるんですけど結果が全て。 今自分も負け続けているので、王者として負けられない戦い、との覚悟で挑む。続けて、パンチでも蹴りでもどっちでも倒せる。今回は本当に負けられないというさっきいつもと違ったさっきを見てほしい、などと不敵なコメントを残していた。対する中島は、今年3月の K1 ワールドマックスから 70kg トーナメントに参戦したが、ビクトル・アキモフのバックブローに沈み、 今回が再起戦だ。前戦は準備期間が1ヶ月だったが、今回はタイの方に1ヶ月、修行を積んできた。蹴りにもアジャストできたし、一番問題だったのは距離感だったけど、もう問題はない、と手応えをつかんだ様子。空手とキックボクシングのバックボーンがある中島だけに、かつての感覚が戻ってきたという。やっぱりみんなが望んでるのは、蹴り vs パンチ、だと思う。 別に蹴りが一切できないってわけではないけど、しっかり自分のパンチで、KO で終わらせたい、と得意のパンチで KO 宣言。今回の試合で一番注目してほしい部分を問われれば、山本キッド・ノリさんの再来と思ってもらえたら嬉しい。僕の試合を見て、あ、キッドさんや。って思ってもらえたら最高です、とした。会見もバチバチだった両者だが、果たしてどのような試合になるのか。 激闘に期待がかかる。